んにちは、みとこです。今回はですね、先日、動画の方でリクエストの方をちょっと募ったんですけども、何件か早速リクエストいただきました。それで、ちょっと順番にやっていこうとも思ったんですけども、結構時期が取り急ぎとかね、もうそんなにリクエストの内容的にね、時期がゆっくりもしていられないなっていうリクエストがありましたので、今回はそちらの方を作っていきたいと思います。それで、リクエストの方がですね、小学校入学の男の子用にキーホルダーか何かと頼まれたんですが、ということで、小学生1年生、新入学ですね、入学だからね。1年生の、ランドセルとかにもつけてもらえそうなものをちょっと私なりに今ふっと思いついたものを作ってみたいと思います。参考程度に見ていただければ、ちょっと自信がないので、はい、じゃあ使用材料です。レジン液と、カラリングですね。今回も、宝石の雫使います。いつもなんか最近宝石のシップばっかり、ホワイト、ブラック、パープル、ブルーですね。あとちょっとキラキラさせたいと思うので、オーロラアクアとちょっとこれ使ってみようかなと思います。いまいち使い方は私わかんないんですけど、ちょっと使ってみようと思います。あと封入パーツの方、一応この3つ選んだんですけど、ちょっと作っていくうちに多分増えたり減ったりすると思います。あと使用材料の方も多分この後、増えていくかもしれないので、追ってその時々で説明させていただきたいと思います。あとこちらの方は先日購入したデコファクトリーさんの B 級品の詰め合わせのものに入っていたミール皿、こちらのねパーツはねデコファクトリーさんで宇宙のものということで、一応これ飛行機なんですけども、宇宙船と例えてスペースシャトルにも見えるかなと思って例えて作ってみようと思います。あとこれはフリアさんのシリコンモールドですね、流れ星のものです。はい、それでは作っていきたいと思います。はい、それではまず、レジン液を作っていきたいと思います。倍速でいきますね、今回ね。どうしようかな。色もね、まだ悩んでいるところなんですけどね。ちょっと一色でいきたいと思います、簡単に。簡単に一色でいきます。まず、宝石の雫ブルー。パープルをちょこっと入れます。まだ入れてないです、ちょこっと横に出しただけです。黒もちょこっと横に出します。でキラキラさせるのに、これはね、あら、出ない、あらら、出た出た。サンドゥーさんのフェアリーラストパウダーのオーロラアクアです。紫が混ざってて、色を見ながら少しずつ黒を足していきたいと思います。ちょっと見な。色はお好みで調整していってください。ミール皿に色を乗せていきます。シリコンマット、シリコンマットじゃねえや。耐震マットですね。
銘柄も出ています。大事なエンボスをかけるのを忘れてた。流していただくと、エンボスかけます。あれ指が入ってなかった。はい、これで硬化していきます。はい、それでは硬化している間にですね、なんだ、流れ星の方の色をちょっと作っていきたいと思います。ちょっとテープを入れて、単色ですね、単色で簡単に作っていこうかなと思ってます。黄色だから、ごめんなさい、これね、セリアさんの蓄光パウダーです。すごい粒子が細かい。これをちょっと入れていきたいと思います。あとね、黄色。黄色と、セリアさんの蓄光に蛍光を混ぜたらどうなるのかなと思って、蛍光パウダーですね。うお、すっごい色まぶい。はい、混ぜていきます。どんな色になるんだべ。蓄光のパウダーが蓄光のパウダーが多分少ないので、そんなに暗闇では光らないんじゃないかな。たくさん入れればきっと光ってくれると思うんですけど、はい、硬化できましたね。はい、硬化できてますので、ブレジン液を流し込んでいきます。全体に薄く広げていきます。あんまりこの身入れから深さがないので、もっともっと、なんていうんですか、盛り上がってくると思います。で、ちょっとキラキラもしてるんですけど、なんとなくちょっと寂しい感じがするので、はい、A メモリーのホワイトブルー、ブルーホワイト、どちらを、こちら、キラキラって入れていきます。キラキラ。なんかあんまり例がねえな。簡単に、例がない。はい、そしたらグラスブリッターをちょっとね、ポンポンと入れてみようかな。ちょっと星的な粒的な感じで、まあ、粒はでかいんですけど、ちょっと乗せてみます。そこの小物って難しいですよね。どういうか、ちょっとそこの小物難しいと思うな。ちなみに結構ね、可愛い系のものが多いような気がするんで、自分でも気づいてて、太陽です。よし、こんな感じで硬化していきます。はい、そして流れ星の方いきます。まず水蒸液を少し入れて薄く伸ばしていきます。
しいな。エンボスヒーターね、あのこの間届いた、この間とか今日か届いたんですよ。なんで新品なんで、まだね、あの中のヒーターが焼けてないから、はい、ちょっと使えばね、ヒーターの焦げる匂いもなくなると思うんですけど、はい、これで一旦硬化します。はい、硬化ができました。ちょっとこの辺をわざと取り出して埋めてみました。で、上からレジン液を乗せます。技も何もないです今回は。本当に本当になんか乗ってるだけ。パーツがあればいいのかなみたいな。本当はこういうんじゃない方がいいのかな。もうちょっと考えようかな。とりあえずフリーフリーで考えたので、もう完全になっちゃったけど。そしてですね、ちょっとこれを使ってみようかなと。これをね、ちょっと使ってみようかなと思います。バーとレジン、うまくいくかしら。先に塗ればよかったかな。先に塗ればこれね、あの、とんがってても上からちょんちょんとこう、なんていうんですか、うん、こう鳴らしてあげると、とんがりがなくなるので、何をしたいんだ私は。どうしよう。ちょっと大きな惑星とかぐるぐる、水的な感情を描きたかったけど、これはできるのかな。これは何をしたいんだ。まあいいや。もうちょっと伸ばして モヤモヤってなったところに、ちょっと出てきますよ。キャンデューのですね、ラメ、ちょっとラメを入れ込みます。なんていうの、あの小惑星みたいな、小惑星だけに小惑星みたいな。あー、またくだらんこと言った。怒られそうな感じがする。ここは早送りで。で、持って、ブリオン。ブリオンも、ちょっとその小惑星のところに、ぐるっと乗せてみたいと思います。綺麗じゃないかも。ちょっと見える？じゃあこんな感じでもう一回硬化します。はい、そして星の方に行きますね。そう、透明なレジン液を入れて硬化したので、先ほど作った黄色レジン液。
間違えた。はい、こんな感じで入ったので、こちらも交換していきたいと思います。はい、交換できました。ちょっとデコボコしているので、もう一回レジンに乗せたいと思います。レジンがない。これで硬化していきたいと思います。はい、まず星の方ですね、両面硬化しました。行きます。こんな感じですね。光るのかな、うっすらかすかにかすかに光る感じですね。ちょっとね、表面にコーティングしたいと思います。もう一回交換します。はい、こっちの方はいい感じですね。おっち、今これで出来上がりです。なんか惑星っぽく見えないな、もうちょっとなんとかすればよかったかな。ちょっとキラキラして男の子にどうかな、喜ばれるかな、素敵な、でもこれになんか裏お名前入れられるようになっているので、名前一回ちまちまモールドのアルファベットでも買おうかな。ちょっと沼の話です。やっぱり男の子キラキラあんまり好きじゃないかな。ポケモンとかの方が良かったかな。ちょっとおいっ子に後で聞いてみようかな。はい、じゃあこのスターの方が効果できましたので、ペンをつけるためにピートンをつける穴を開けたいと思います。よいしょ。手動のピンバイスでももちろんいいんですけど、私はちょっと最近電動のピンバイスを使っています。かな、どうかな、ここに当てていきます。ペンがこれね、ダイソーさんの800円のルーターなんですけど、ペンがね、ちょっと若干邪魔くさいかな。ちょっと影になって見にくいかもしれないけど、こんな感じで見えないかな、綺麗に穴が開くんですよ。よいしょ。私はですね、ヒートンこのままだと長いので、ちょっとピクセ使っています。これくらいに切っちゃう。ですね、ヒートンを固定するので、ちょっとパレットに透明のレジン液を出して、この開けた穴のところにちょちょっと乗っけます。はい、やり方はいろいろあるので、それぞれやり方見てください。はい、こんな感じでついたので、もうちょっとレジンを、穴が塞がらない程度にちょっと気をつけて、レジンを2つとちょっと強化されてるかな。はい、これで、硬化します。そして硬化をしている間に、まずリチャームの方に、リチャームキーホルダーパーツにちょっとつけました。で、星さんの方はこの玉、まだ玉のチェーンにつけたいんですけど、これじゃあちょっと長いと思うので、簡単に切れるので、はい、固化できました。私もしかしたらヒートンの向き間違ったかもしれない。あら、抜けちゃった。これはお好きなところにつけていいと思います。なかったらないでもいいし。はい、
こんな感じで完成になります。学校1年生ぐらいだったら、もうちょっと大きくなるとね、嫌だって言うかもしれないけど、もしかしたら、うん、こんな感じで完成です。はい。はい。では、今日はこの辺で終わりになります。最後までご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。はい。では、ひとこでした。じゃあねー。バイバーイ。